イエスの母マリアは、ナザレのイエスの母、ヨセフと婚約し、結婚前にイエスを見ごもった。ヨセフは婚約者のマリアが見ごもっていることを知る。立法に忠実な偽人であれば、マリアを不義貫通として、世間に公表し、新名器22.23に基づく、石打ちの刑にする権利があったがそれを行使せず、すべてを受け入れ、マリアと結婚した。 ただしこのことはヨセフが神を深く信じ、情け深かったからであり、偽人でなかったことを意味するものではない。カトリック教会と聖教会では、マリアにはイエス以外に子はいなかったと主張している。新約聖書の中での兄弟という記述は、実の兄弟以外の親族という意味だと解釈している。イエスの母語である荒米語には、日本語のいとこ、おい、にあたる言葉がなく、 兄弟、姉妹と言っていたようである。プロテスタントの中には、新約聖書中の、兄弟という記述を、文字通り、兄弟だと解釈し、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの4人も、マリアの子だったのだろう、としている宗派もある。イエスの卓系の後、晩年は、イエスの十二人の弟子、使徒の一人である使徒ヨハネと共に小アジアのエフェソスで、ヨセを送ったとも伝えられる。 一方で、母書は現在は、聖母マリア墳墓教会となっているエルサレムにあるという説もある。福音書によれば、諸女解体により、イエスを見ごもったとされている。マタイによる、福音書では、マリアは精霊による受胎をすでに知っていたが、ヨセフは、ナザレではない地で夢に現れた天使のお告げによって、マリアと結婚した。ルカによる、福音書では、ナザレで、天使がブリエルが、 マリアの前に現れ、受胎告知した。マタイによる、福音書やルカによる、福音書より、先に著述された、マルコによる、福音書では、イエスが30歳頃に、洗礼者ヨハネからヨルダン側で洗礼を受けるところから、書き始めている。もしも、イエスが、精霊によって受胎したという話がすでにあったのならば、それを書かなかったということが、 マルコによる福音書の著者の信仰を示している。近年紀元後70年代に著述されたという説が強いが、その場合は、またやるかと10年から20年しか隔たっていないことになる。クルアーンの第19章マルヤムではイエスの生誕物語が語られる。新約聖書におけるより、中東の風土を強く感じさせる描写となっている。 なお参照にも並行する記述がある。ありがとうございます。